皆さんこんにちは。デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタント役の内博です。患者役の久保田です。今回はデンタルライフデザインチャンネル番外編ということで、いつもとは違った切り口でお届けします。まずはこちらのランキング特集です。今さら聞けない歯科知識、視聴者の方からいいねをいただいた動画ランキングトップ5になります。ということで、いきなりですが、久保田さんから見ていいねをつけてもらいたい動画はありますか？そうですね、個人的には患者役で出演しているキューマイ4ですかね。果たして久保田さんが患者役で出演している動画はランクインされているのでしょうか？ではまず5位から発表です。フレミタスの意味と確認方法です。フレミタスの意味というのは、早期接触がある歯に触知される異常な振動のことを言います。歯茎部のところに当てていただいて、患者で早期接触がある場合は微妙にですね、指先に振動が伝わります。メンテナンス患者さんで、フレミタスがある部位はしっかりと歯科衛生士自身が把握をしておいて、その部位。久保田さん、フレミタスの意味知ってましたか？言葉は知ってたんですけども、確認方法まではちょっと知らなかったです。皆さん、確認方法も動画の中に入っておりますので、ぜひそちらもご覧ください。次はランキング第4位の発表です。超音波スケーラーの当て方について教えてください。動画に入ります。見極めていただきたいポイントっていうのが、歯石がどのぐらいの大きさのものがどのぐらいついてるかとかですね、ついた歯石と想定してください。で、超音波スケーラーなんですけども、マグネット方式とピエゾ方式2つあります。このように0度から15度ぐらいまでの角度で操作を行ってきます。これが角度がこのようにつきすぎてしまう。こちらの動画は最近すごく視聴率が高くなっています。新卒の衛生士さんたちがそろそろ患者さんを受け持つタイミングだからですかね。なるほど、いろんなタイミングがあって見てくださってると思います。続いては第3位になります。口腔内企画写真撮影のポイントです。面の撮影のポイントなんですけども、生きているとこの実像とミラーが近すぎて実像が入り込んでしまいますので、このように離します。化学を取る際なんですけども、このままミラーを挿入してしまいますと舌が少し邪魔をしてしまうことがありますので、舌を軽く1回上げていただいて、ミラーとカメラのレンズを平行にした状態で撮影を行います。さっき久保田さんが言ってた動画だと思うんですけれども、患者役どうでした？そうですね、長時間ちょっと口を開けてたので、すごく甘く疲れました。はい、QY4 以外にもたくさんのバリエーションを取りましたので、長い間久保田さんには患者役をしていただいてますので、皆さんぜひ他の動画も見てください。では第2位の発表になります。第2位は SRP に対する質問トップ3ということになります。一つが残った原因というのは、歯石だけが原因、残石だけが原因ではなくて、他の原因もたくさんあると考えて、でそれでもなお、改善しない部分に関しては可能であればおっしゃっていることとかも含めて、なおかつこの持ってる手もですね、しっかりとこうホールドしていただいた状態でシャープニングをしていただくということが重要です。こちらは森田先生と一番最初に撮った動画になるんですけれども、久保田さんいかがですか？やっぱり SRP は衛生士さんにとっても乗り越えなきゃいけない壁の一つですからね。なるほど、やはり SRP は上位にランクインしました。では第1位の発表になります。印象採得のコツについてという動画になります。トレイの指摘についてご説明いたします。でまずですね、トレイ指摘する際は必ずトレイを少し濡らした状態で行ってください。
ちらは久保田さんが初めて患者役をしてくれました。久保田さんいかがですか？そうですね、意外とアクセス数が多くて驚きです。2位の SRP が1位と思いきや、印象採得のコツが1位になっているので、ぜひ皆さん見てください。今回はいつもと違った切り口の動画となりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？これからも衛生士さん、スタッフの皆さんのお悩みにお答えしていきたいと思います。またこんな動画がよあったらいいなと思う質問がございましたら、質問フォームをご用意しておりますので、そちらからお願いいたします。またこの動画が良かったなと思われる方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それでは次回またお会いしましょう。